こんにちは。怪談師 YouTuber の七代でございます。というわけで本日は晩酌怪談。イエーイ、イエ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 イ。いや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 、ね。ちょっとまあ撮影自体は2日続けて、ね、そうですね、はい、今日もいろいろ堪能できるなというのは楽しみでございます。はい、はい、というわけでこの晩酌怪談という企画に関してはこのポチョ君がですね、はい、おつまみを作ってくれて、で僕とポチョ君でね、まあ、ポチョ君はちょっとお酒はあんま飲まないんですけどそうですね、まあ、僕がお酒結構飲むことが多いので、はい、まあ、お酒飲みつつ、間に怪談を挟みつつとね、もうお酒がメインなのか怪談がメインなのかわからないという企画でございます。なのでまあ大体ね結構30分とかそれぐらいの、ね、長さの動画で、皆さんもね一緒に飲んで楽しんでいただけたらなという感じでございますので、はい、ぜひぜひ、はい、というわけでですね、はい、今回もですね、ポチョ君におつまみを作ってきていただいているので、はい、紹介していただこうと思います。はい、はい、お願いします。では参りました。今回のメニューはカリカリベーコンのポテトサラダです。いいっすね、カリカリベーコン乗ってますね。乗せました。いやでもポテトサラダってめちゃめちゃよくないですか。いや美味しいっすよね、やっぱり王道中の王道だけども、ポテトサラダだけでもうお酒飲める。そうそうそう、結構やっぱりポテトサラダすごい作る人によって色がすごく出る。あ、確かにですよ、料理として、うんうんうん、ゴロゴロしてるのを残すのか、はい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 、それとも結構もうペーストに近いぐらいになっちゃってるとか。あ、いますね、そういう人も、うん、ま、マヨネーズが強いとか、あ、はいはいはい、まあ、いろいろあるんですけど、うん、僕ちょっとあのお酢をちょっと強めに入れて作るんで、面白い。でマヨネーズ入れてちょっと砂糖も入れてるので、うんうんうん、あっさりしつつちょっと甘めのポテトサラダが好きで、まあ、今日はそれ作ってまいりました。で、はい、そこにちょっとベーコンをカリカリさせたのを上に乗せてっていう感じです。いやなるほどね、はい、いやありがとうございます本当に。いいいい、こちらこそ。はい、というわけですね、ちょっとポチョ君のねこの作ってくれてるねポテトサラダレシピは概要欄に載ってますので、はい、よかったら皆さん真似していただいてね、真似してください。準備した上で、ぜひ晩酌怪談聞いていただけたらと思いますけども、はい、というわけで今回もですね、お飲み物は本当はお酒が良かったんですけども私ですね、ちょっとね、あの前回の撮影の時もそうだったんですけど、ちょっとね、あの左腕のね、あの上腕二頭筋のね、肉離れという残念なあの怪我をしてますので、はい、残念な、やべえ。薬を服用中でちょっとお酒飲めないので、はい、今回もですね、ノンアルコールですね、はい、オールフリーですね、焼かせていただこうと思いますけど、はい、いいですね。小中君は僕は、あの、うん、前回と同じで、リンゴ酢でーす。お、いいですね、ソーダ割りか。そう、リンゴ酢のソーダ割りです、うん、はい、じゃあちょっと注ぎつつ、はい、注ぎつつ、やるか。カシュってこの開ける瞬間いいですよね、ほんとねー、やっぱりだから、缶ビールとか、ね、好きなんですけど、うんうん、まあ、ノンアルコールでもそこそこ美味しくビールっぽいものをいただけるってことが分かったので悪くないなとちょっと一つね、新しい世界が開けました。今後も何かこう、例えば車の運転とかあるときはね、ノンアル飲んでいこうかなとねえ、ノンアル飲みたいな、僕も、うん、悪くないですね。アルコールがダメだもんね、あんまり。あんまりそう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 、あのまあ一杯ぐらいなら飲めるんですけどね、はいはいはい、でもそんなに飲めないからってことだよね。そうそうそうなんですよ、うん、じゃあちょっとね、行きましょうかね。はい、はい、じゃあいつもの恒例のあいさつですけども、はい、乾杯。乾杯乾杯乾杯でしょう。いい、うまいっすね。アルコールじゃないとダメなのかなと思ったけど、アルコールじゃなくてもなんかビールっぽかったら騙されるちょろい舌してんだなと思っていやいや、まあまあ企業のね努力がね。そうだね、企業の努力を褒めたいですね。七代の舌が弱いんじゃなくてそうそうそう、ね、サントリーさんとかね、企業の努力を、ね、ちょっと褒めたいですね。企業努力がすごいんですよね、うん、ありがとうございますってことね、はい、でもやっぱりなんか、うん、ノンアルコールのビールとかは、うん、最初に出てきた頃より美味しくなってるって言いますよね。あ、そうなんだ、うん、昔よりもってこと。昔よりもすごく味は、まあ、僕飲まないからあれなんですけど美味しいってなんかよく友達とかね結構言ってるんで、じゃあ企業努力ですね、やっぱり。本当にそうだと思いますね。今このタイミングで飲んだから美味しく感じられてよかった昔だったら多分これ全然ビールもいいじゃんだったじゃあ早速ですけど、はい、食べましょう。ポテトサラダをいただく、ね、じゃあいただきます。どんな塩梅ですかね。うまっ。お、よかった。あ、ちょっと食べたことないな、この感じ。へ、本当にさっぱりする、板取りで。うんうん、でもこれがまたいい、すごく。マヨネーズを減らせば減らすほど多分あっさりはするんですけど、うんうんうん、酢はでもあんま感じないね、なんか酸っぱいっていう感じは全くない。確かにね、そうかもしれないですね、うん、ないけど、すごくすっきりっていうか爽やか。うんうんうん、うん、なんこれいっぱい食べれるタイプのポテトサラダですね。そうですね、うん、ガツガツいけちゃうかも。これ、またあれで階段の一番目でもう全部食べ終わってるね最近あるあるの、あるある
ペースが早すぎるんだよね、最初のね。あ、美味しいからね、ついつい、うん、この玉ねぎも今、新玉を使ってるんで。なるほど、春ですからね。そう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 、うん、新玉がまた美味しいんですよね。あー、それ確かにね、それそうだわな、うん、この時期じゃないと新玉やれないから、うん、他の時期とかだと、玉ねぎを塩もみしたりとかして、うん、柔らかくして入れたりするんですけど、うん、そうするとやっぱフレッシュさはちょっとね、新玉よりは落ちるというか、うん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 、5月頭ぐらいだったら、新玉使ってほしいなって思いますね。なるほどね、甘くて美味しいですね、でも新玉ね、うん、うん、やっぱりね、美味しいですね、うん。じゃあ、一つ目の話行きたいんですけども、まあね、ちょっと前回、前々回ぐらいも言ったかなと思うんですけど、ちょっとね、まあテーマを決めてやれたらなと思うんですけど、今回はですね、現代怪談的な、おお、現代怪談って何ぞってなると思うんですけど、うん、確かに簡単に言うと、この例えば SNS とか、まあ、オンライン系のね、うんうん、なやり取りだったりとか、まあなんかちょっと昔だったら電話とか、まあ、直接どこかでとかなるけど、なテクノロジーとの掛け算みたいな感じの話ではあるんですけど、実話で寄せてもらってる話から選んでるので、うんうんうん、バラエティ豊かってわけではないし、そんな長い話はないんですけど、ちょっと面白いので聞いてみてもらえたらなっていうちょっと楽しみところでご紹介っていう感じなんですけど、はいはい、じゃあ一つ目の話からいきましょうかね、うん。これはですね、ある女性の方、これ、まあ、視聴者の方だと思うんですけど、うんうん、その彼女が、自分の家の自室ですね、うんうん、実家だと思うんですけど、自室で、まあ、多分ね、高校生ぐらいの子だと思うんだよね、女の子、うん、で、彼氏と通話をしたらしいんですよ、ビデオ通話だから多分スマホとかつなげてこう画面に彼氏が映ってる状態で、うんうん、なんかこう話をしてたと。まあ今このご時世で、多分最近の話だと思うんだけど、結構このご時世だから会ったりなかなかできないじゃないですか。だからビデオ通話してる人って結構多いと思うんですけど、うんうん、そうですね。それでまあビデオ通話をしていて、したら突然その彼氏が画面の向こうから、あのさ、今さ、後ろから誰かさ、こっち見なかったって言ってきたんだって。え、何、怖いこと言わないよって言って返して、で、いや、後ろのさ、ドアの隙間空いてるじゃん、そこから覗いてたよ人だって言われて、はいはいはい、でもこうやって振り返るわけじゃないですか、うん、いないんですよ絶対、その家族もいなかったかなんかで、はいはいはい、絶対ありえないのにもかかわらずいるってすごい言い張るから、絶対いないよ、え、何、怖いこと言わないでよって何回も言ってたら、うん、その彼氏の方がなんかちょっと急にそっかーって言い始めて、実はさ、俺霊感強いんだよねと。で、霊感強いんだけど多分それ幽霊じゃないかなって思うって言われたの、急に。で、いや、やめてよ、そんな冗談でも、うん、なんか私怖がるの知ってるでしょみたいなこと一生懸命言ったんだけど、うん、彼氏はそのまま続けて、実は後ろにこういた人が完全にこっち見てたんだけど、それはお前ん家に行ってお前のことを見てるわけじゃなくて、画面越しに俺のことを見てたのかなって思った、俺が霊感強いの多分向こうにバレてるかもしれない、うわみたいなことを急に言い始めて、でこれだけだったらまだね、その彼氏が急にそんなこと言い始めて怖がらせてるみたいな、はいはいはい、そう思うと思うんですけど、うんうんうん、そのまま彼氏は続けて真剣な感じで、前さ、お前ん家に遊びに行った時から思ったんだけど、お前ん家いるよと。へー、うん、お前家いるし、2階にトイレあるじゃん、あそこだけなんか温度低いんだよねと、絶対あそこおかしいよみたいなことを言われたんだって、うんうんうん、で言われた時に、あれ、これもしかしてって思ったことがあって、それが彼女のその妹、うんうん、妹がなんかちょこちょこ家になんかいるみたいなことは言ってて、トイレに行くのが怖いって言ったんだ、妹が。プラスさらに言うと、妹がその時々、お姉ちゃん今日バイトとか、うん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 、バイト行ったとか、なんか変に確認されることが多かったんで、うんうんうん、もうバイト先いるよって言っていつも返してんだけど、うんうん、なんかその時の妹がなんでそんなこと聞いてくるのか分からなかったんだけど、彼氏とのやり取りがあった後に妹に確認したら、実はなんかお姉ちゃんの部屋誰もいないはずなのに、うんうん、そこから物音が聞こえてくると。おーおー、だから私この家やっぱなんかいるとずっと思っててみたいなこと妹が言ってきて、それ彼氏が言ったことともう完全に符合してるんです、うん、そこは、うん、というようなことがあったというお話でございました。まあちょっと現代ですよね。なるほどね、うん、そういうテイストなんですね、現代。そう現代いろいろありますけど、うんうん、そのうちの、まあ、これはこんな感じっていう、そうビデオ通話越しに、なんかお前のことじゃなくて俺のことを見てたんだと思うんだよねっつって何を言ってんだって感じなんだけど、うん、どっちかというとその話というより彼氏が怖いなっていう、そう怖いかもはあったんですけどね。ねえ、だってね、うん、彼女の方は、うん、怖い話が苦手だってもう分かってるの、
けど、それ続けるってことは言いたくなったのか何なのか。そう、あでも一応なんかそれで、いやもう本当にうちの家で妹も怖がってるし、うんうんうん、なんかちょっと私もそういうの、私は何もないけどそんなこと言われたら怖いからやめてっていうふうに言ったら、うんうん、彼氏はあの、あ、分かった、もう絶対にお前ん家行って何か言ってもお前には言わないって言ってたけど、それ言ったらもう何かいること前提になってるからそうね、それはそれで怖いんですけどっていう状況らしいまあでもあれなんですかね、そんなに悪いやつじゃないんですかね、うん、どうなん、なんかそんなにでも彼氏もなんかやばいみたいなこと言ってるわけじゃなかったみたいな、ね、そうですよね、カノルさんの方に霊感がなくてよかったですよね、うん、そういう意味ではね、確かにね、うん、でもそれ、うん、言われてしまったら見えちゃうとかないんですかね、なんか意識するようになったらあるかもしれない、あなんかそれは見えてんのか意識しすぎてんのか、うん、ちょっと分かんないけどね、うん、で僕思ったわけですよ、これ皆さんも彼氏さんのことを悪く言うわけじゃないんだけど、うんうんうん、幽霊見えるぜって言ってくる人いるじゃないですか、でよくお前ん家絶対いるよみたいな、うわあそこのクローゼット変な感じしたとか言ってくるやつって言うじゃん、うんうん、友達に絶対、そいつを撃退する方法って、撃退するっておかしいけど、なるほど、どう返したら、まあ、面白いかなってちょっといろいろ考えない、僕いつも怪談大喜利ってイベントやってるやんで、大喜利みたいなの好きなんですよ、いつもなんかそうどう返したら面白いかなって考えちゃうんだけど、うん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 、僕今思いついてるので向こうがさね、そうなんかお前んちなんかいるでしょ、うんうんうん、いるよ、お前洗面所のところでさなんかこの間見たよ黒い人影みたいな、はいはい、言われたらすげえ普通の顔してうんうんいるね、怖お前見たの、いるいるみたいな感じで、だから向こうはだって怖がられると思ってやってる、そうね、そうね、それをうんみたいな、うん知ってる知ってる怖って返したら向こうビビるだろうな、ビビるビビるビビる、さっき の, あの投稿者の方にも、はい、もしお返事を出すんだったらうん、うん、いるよって返すと場がすごい空気になるうん、うんビデオ通話と凍りつく開始になると思うので、よかったらやってみてください。いや、怖いよ。まあまあ、ね、という感じで至ってますけども。どうしましょうかね。もう2本目いっちゃいますか、じゃあ2つ目の話。聞きたいは聞きたいんですけど、喋、うん、ってると食べれないじゃないですか。もう食べてくださいね。あ、そうだね。と思いつつ。もちろん食べますよ。もちろん食べますよ。食べていただいて。僕あれなんですよね、うん、ホラー映画好きって何回か言ってるじゃないですか、うんうん、そのやっぱズームとか、うん、あるじゃないですか、スカイプとか、うん、テレビ通話系のアプリとかで、はいはいはい、を題材にしてるホラー映画とかもちょこちょこあって、あ、やっぱあるんだね、あるんですよ、うんうん、で、本当にズームっていうタイトルのホラー映画が日本の映画があるみたいで、へー、それはね、僕まだ見れてないんですけど、うんうん、もう一個そのアンフレンテッドっていう、もうパソコンの画面上のみのホラー映画があって、うんうん、何それ、もうパソコン上のやり取りのみで怖いことが起こっていく、へえ面白い、完全にその何ていうんですか、このパソコン画面以外を映すことはなくて、パソコン上からまあその人の部屋が見えるとか、テレビ通話の後ろが、じゃ全部がなんかそういうデバイス越しっていう、そうですそうです、そういうことね、だからね、そういうのもちょこちょこ最近増えてきてるから、ああいいですね、面白いんですよね、幅が広がったというか、確かに映画とか幅広がったかもね、そういう意味でもね、スマホを落としただけなのにとか、あ、ね、あのまあちょっと日本でありましたけど、まあ、とかね、この時代だからこそ出せるような話とかもあったりするんだろうなっていうのは、確かに、うん、着信ありとかも、うん、今だったらちょっと、そう、ちょっともう古くなっちゃう、ね、ちょっと変わるかなって感じ、ガラケー時代、ね、そうそうそう、ガラケーだからね、うん、あれも怖かったよね、いや怖いっすよ、画面も含めてめちゃくちゃ怖かった、ね、いや怖い怖い、うん、着信ありはかなりね、ホラー映画として面白いっすね、うん、あれよくできてる、ね、よくできてます、面白い、ちょっとどうですか、皆さんもなんか今どういうホラー映画とか見てるんですかね、あ、気になりますね、気になりますね、ちょっとコメント欄とかでもしね、うんうん、もらえたらおすすめのとか教えてほしいな、確かにこっち用にぜひ進めていただいて教えてほしいっす、もしかしたら多分全部見てるかもしれないけどいやでも最近はね、僕あんま見れてないんですよ、あ、そうなんだ、ね、コメントしてくれてる方はね、あのホラー好きの方って多いかなと思うので、よかったらね、あのホラー映画を紹介してもらえたらと思います、はい、じゃあ2つ目の話いきますか、お願いします、はい、これはねだいぶ最近の話だと思う、ほうほう、あのコロナの最中の話、だからもうほんと1年前以内とかの話になるんですけど、そうそう、ね、これある女子大生かな多分、うん、
が、今もうオンライン授業なんだよね、大学生って。はい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 、そう、あの大学行けないから、うん、でオンライン講座みたいな感じになって、なんか先生が喋っててみんながバーってね、あの入ってて、うんうんうん、そういう感じでビデオ通話で講義を受けてるわけですけども、うんうん、でその彼女はちょっと寝坊癖というか、まあ、家だとちょっとだらけちゃうとこがあったらしくて、講義の時間にさ、そのなんだろう、大学に行くんだったら授業用意しなきゃとかさ、化粧しなきゃとかあるから行くけど、家にいるとさ、まあ準備ないから寝ちゃうんだって。まあそうですよね。そうなると思う。そう。だから寝過ごしちゃう可能性があるから、ちょっと怖いなと思って、うん、ちゃんと出席できるようにって言って、友達でそういう時間きっちりしてる友達がいたから、友達にちょっと30分前、講義の、うんうん、に連絡してと、LINE で。で、LINE で通話してくれたら電話出て、その時に目覚ましたりすると思うから、みたいな言ってて、分かったって言ってもらったの。で、ある時講義があって、その日やっぱ寝てたんだけど、うんうんうん、ギリギリ電話に出る前、電話かかってくる前かに起きたのよ。あー危ない危ないと思って、あー起きた、ちょっとお手洗い行ってこようって、うんうん、で立ち上がってトイレ行ってたんだけど、帰ってきたら、まあ、LINE の通話がかかってきたのよ。だけどよく見たら通話した状態だったのよね。あー、要するになんかこう不在着信じゃなくて、うんうんうん、出て通話に、うんうん、でも自分トイレに行ってるじゃん、あれと思って、なんだろうと思って、まだでも授業まで30分あるから、うんうん、一回折り返そうと思って LINE 通話して、友達に電話して、もしもし、あごめん電話してくれたんだよね、出なかったよ、忘れちゃってたみたいなこと言って、うんうん、そしたら友達がえって言うの、え何かあったのって、うん、え出たじゃん、誰って言われた、え誰ってどういうこと、私ちょっと今起きてすぐにトイレ行ってたから、うん、出てないよって言ったら、いやうん、なんか電話かけたらあんたの声じゃない人が出てきて、ちょっと待っててって言って、そのままプツって切れちゃったわって言われて、一回も出れないのにそういうこと友達に言われて、未だにもう誰だったのかもわからない、っていうようなことがあった。ただ通話記録としては自分が出たことになってる。あ、なるほどね。そう、はいはい、でもそういろいろ調べたらしいんですよ、スマホを調べたんだけど、押さないと出れないんですよ。だけど自分は寝ぼけてたわけでもなくて、スマホ別の場所に置いてたから、そもそも自分が触ってもいないのに、起きてすぐトイレ立ち上がって行ってる間にかかってきて、誰かが出てて、けど彼女は一人暮らし、うわというような話でございました。嫌でしょ。嫌ですね。これ多分なんか見てる人でさ、今大学生とかでビデオ通話で講義受けてる人だったりするとうわーって思いそうな気がするけど、昔からでもね、なんかその知らないけどで電話出てるみたいな、うん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 、なんかあったりとかするけど、なんか怖いのが知らない人だったっていうのがさ、しかも一人暮らしなのに、はい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 、いるわけないの人だから物理的に無理じゃんって話で、うん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 、でなんか私が寝ぼけてるってことはもう絶対ないはずっていう本人が言ってて、で友達も別にその彼女の声だとは言ってないんだけどね。そうですね、うん、なんか知らない人って言ってるから、うんうんうん、だからもう何が何やらですね。あれどっちだったんですかね、その男性女性とか、なんか あ女性だと思う。あ女性の声ではあった。そうそうそう、まあだから最初は投稿者の彼女かなって多分思ったんだろうね、うんうんうん、けどなんかあれ違うなってなったみたいで、そうそう、なるほどね、うん、僕もその仕事からそのビデオツアーだったりとか、うんうんうん、まあ、LINE とかのメッセージやるとかもめっちゃ使うのね。なんか起きたら嫌だなっていうのはめっちゃある、うん、なんか普通の電話よりもテレビ通話というか、うん、画面がある時ってなんかちょっと変な感じするというか、うん、確かになんか起きたら嫌だなって気持ちを持ちながらなんか使ってたりするかも、なんか映っちゃいそうな感じよね。そう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 、そうなんかでもあるよね。あり、うん、あります、ありそうですね。 なんだろう、実際に見てるよりも何か映りそうな感じして怖い感じっていうのはあるよね。確かに、うん、なんでそう思うのかな、うん、ちょっと画質が悪かったりするからですかね。なのかもね。だし、なんかその映像に映ってる何かを見たって経験多いからじゃないか。ああ、なるほど。ホラー映画とか、うんうんうん、恐怖映像とかで見た記憶があるから、はいはいはい、脳に刷り込まれてて、はいはい、怖いイメージがある。今って多分これ生きてて普通にこうやってやってるとさ、なんか視野も広いし、うんはいはい、そこそこ怖いもの見る確率は低いから普段生活って。確かに。なのかなって思ってるけどね。なるほどね、うん。でも面白いですよね。面白い。うん、そう、ちょっとなんか余談みたいになっちゃうんだけど、はいはい、昔ね、今もちょっとやめちゃったんだけど、ツイキャスっていうライブ配信サービスがあって、うんうん、ツイキャスで配信してたんですけど、その時にやっぱちょっとね、不可解なことっていうのは結構、うん、そう、なんかいろいろあって、もちろん聞こえたとかなんか聞こえたとかいろいろあったりしたんだけど、記憶にある中でも面白かったな、面白かったって言ったら僕すぐなんかその体験を面白がっちゃうんでちょっとあれなんですけど、面白かったことあって、うん、ちょっと忘れもしないんだけど、ミスターコンカなんかの全国区みたいな高校生の男の子
がツイキャスの配信者でいて、小中学生ぐらいの女の子がキャーって言われてもめっちゃファンの多い男の子で、イケメンの子、その男の子がとつまちみたいな感じで、うんうん、別に誰かその一緒に配信しませんかみたいな、はい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 、誰でもなんか、ね、配信 したいですっていう風にコラボ申請したら、うんうんうん、許可したらいつでもどこからでも配信一緒にできるみたいな、はいはい、あのそういう仕組みがあるんですけど、で僕その怖い話話してくれる人募集って言ってたから、うんうんうん、行ったことあるんですよ、その高校生の男の子の枠に、うんうん、であのこんにちはって言って、はじめましてみたいな、ちょっと怖い話持ってるんですかって言われたから、持ってます持ってます、話しましょうかって言ったら、あお願いしますって言ってやるじゃない、うんうん、で怖い話僕したのよ、はい、してたら途中でなんかライブの配信が止まったっていうか、画面が、うんうん、あこれ僕の方の問題かなと、通信のって思ったんだけど、一回止まって、あちょっと止まっちゃいましたわね、あのもしもし、あよかった復活したみたいなこと言って、また再開した時にコメント欄がもう滝のように流れたんだよ、ブワーって言って、何何何って言ったら、ギャーうわーってなってて、何があったのって思ったら、うん、その男の子がなんか自分の寝室だったのかな、布団みたいなことって被りながら、うん、やばいみたいなこと言ってて、うんうんうん、どうしたんすかみたいな言ったら、いやちょっと今俺びっくりしたんですけどみたいな、こう同じとこのフレーズを何回も繰り返してた、怖っ、ライブ配信なのに、それで同じところをこうずっと繰り返してるのがもう止まんなくなったから、うん、みんながギャーってなってたんですって言われて、でも僕のところだと止まって再開したの、うん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 、普通に見えたんだけど、みんながそうやって言って、コメント欄でも何回もうやめてよ、もう怖い、寝れなくなっちゃうじゃんみたいなこと言ってて、大騒ぎだったから、ちょっとすいませんでしたっつってお騒がせしましたっつって、ちょっとなんかこういうこと話すぞたまにって言って、いやもうマジでやばいな話になったことが一回ある。なるほど。それはあれ何が繰り返せたのか分かる、覚えてる、何だったっけな、でもなんか本当に別に意味のある言葉ではなかった気がする。ここで意味のある言葉が繰り返されたらちょっと怖くやばい、ね、やばい、例えば死ねよ死ねよ死ねよなったらめちゃくちゃ怖くない、怖いなるけど、でもそういうのじゃなかった気がする。3つぐらいのワードをずっと繰り返したっていうのは言ってたね。いやでも怖いかも、うん、まあ、多分でもライブ配信で同時に録画もしてるはずだから、まあなんかそこがなんかいたずらしたのかなとも思うんだけど、ちょっと分からないっていうようなことが起こったことがあって、面白っ。きっとね、あの YouTube のコメント欄も結構ありますからね、そういう話。七代さんの動画見てたら、七代さんが一番こう怖いところの話をするタイミングで止まりましたとか、ね、そう、七代さんのこの動画だけ開けませんとか怖っ結構あります。この動画だけ開けないの怖い。いやでもなんかあってコメント欄に結構来てたりとか、あとなんか僕が話した話のなんか一部の話にやたらとコメント欄に他の人がそうやって言ってるから乗っかってるだけかもしれないけど、この話だけちょっと嫌ですとか、この話はちょっと受け付けられませんみたいな、ちょっと嫌な感じでしたみたいなことを言ってくる、うん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 、その話もあったりするし、そう不思議なんですよね。なんか面白いですね。そうだからなんかこのね、現代怪談じゃないですけど、こういうこともあるんだなというところでございますけど、うんうんうん、はい、じゃあちょっともう最後の話になっちゃうんですけども、はいはいはい、最後の話、あの LINE のメッセージのスクショも送ってもらって、だからちょっとまあ一応それもあの見せるよっていう手でいただけたらと思うんですけど、はいはい、でじゃあ3つ目の話いきましょうかね。はい、はい、これもまあちょっと投稿してくれたのは、視聴者の女性の方だと思うんですよね、うん、で多分文面見る限りだと若いな、結構10代ぐらいだと思うんですけど、その女の子が友達の女の子、2人とも多分ゲームとかアニメとか好きな友達同士みたいな感じっぽいんだよね。ある時突然なんか LINE をやり取りしてて、なんか寝たのかな、途中でお休みみたいなつもりで、寝落ちのつもりでいたら、うん、友達側からなんか変な LINE がやって、ほうほうほう、届いて、ほうほう、え何それって思ったから、え何って返したら、え何がって返ってきて、翌日に、うんうん、いや何がじゃなくて、今だって送ってきたでしょって言ったら、送ってないよ、何が、え何が送られてたのって言って聞いてきたから、会った時に、あの学校かな、多分会った時に、あのこれ見てよこれって言って画面見せて、私の LINE の画面こうやって送られてきたんだよって言ったら、え送ってないよ、ちょっと私の画面見てよほらって言ったら、送ってる形跡がないのよ。まあ、ただこれはね、あの LINE の機能でメッセージの削除ってあるんですよ。だから自分側からのメッセージ削除って可能性はあるなって彼女が思ったのね。なるほど。だから友達になんかもうやめてよ、そういうなんか絶対ふざけたでしょみたいな友達に言ったら、やってないよ、何言ってんだよってなって。で、まあその微妙な感じになっちゃったから、なんかごめんみたいな感じになって、で、その日なんか多分一緒にいたんだろうね、しばらく。うんうん、まあなんか一緒にいても LINE とか送り合ったりとかふざけたりとかするじゃないですか。はいはいはい、しますね。ね、うんうん、っていうようなことがあって、やってたら、隣で LINE 触ってんな、確認して、置いたな、確認したタイミングで LINE 届いた。ええー。
時差で。時差で。で、また意味のわからない文章とか。わわわわ。できて、うわぁ思って、ねえって言って。どのくらいできた今って、うん。でも触ってないよねって。触ってないってなって、確認したら送ってない。へぇー。なのに、残ってる。あ、怖い怖い。というメッセージをちょっとお見せします。ちょっと、楽しみ、うん。どうなんだろう。ちょっと、まあ、見てみてもらってって感じかな、まず一旦。まず一つ目のやつですね。一回目、まず寝る前にやり取りしてて、これは21時48分か9分ぐらいにやり取りラストして、うん、その後にこの友達から送られてきたのはこれですね。うわ、今日は山奥で参加してきます。赤色のシャツを忘れないでください。怖っ。って来てるんですよ。え、何ってなるじゃん。うんうん、で、んって言ったから、え、何え、どうしたどうしたえっていう。まあ、要するにやりとりがもうよくバカなになっちゃってる。っていうことが起こったの。で、この時は、いや、そのふざけたりしないよってなって、じゃあ何だったんだろうみたいな話になって。で、これ、その送ってきた子、送ってきたであろう友達のこの画面ですね。うんうん、が、まあこうやってやり取りしてるけど、送った経歴、ね、形跡がないですよね、はい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 、このびっくりハテナの前、このね、バツバツってなってる絵文字の後、うんうんうん、ここにメッセージ来てるはずなんだけど、ないと。だから投稿者の彼女はきっと友達がふざけて送って、うんうん、メッセージを削除したんじゃないかなって思ったんだよね、この時は。はいはいはい。で、3つ目送られてきたのが、その隣にいて席外してる時に送られてきたやつがこれで、これ直前までやり取りしてて、うんうん、で、えってなって、そうで、今日の予定はまだ片須駅にいますので、いぶりながらお迎えしますからお待ちください。何言ってるか分かんないでしょ。で、それ送ってちょっともう席離れて、ねえ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 って言って呼び戻して、すぐえってなって、そう。ただ多分ね、この時隣でやり取りして、なんでこれ LINE 送ってるのかちょっと分かんないんだけど、うん、LINE でやり取りして、え、待ってって、こう、何怖い怖い、うんってなって、まあだから1分以内で全部やり取りしてるんだけど、うん、ってことが起こってると。怖いこれ。で、ちょっとだけ補足をすると、うん、1個目のこの、今日は山奥で参加してきます、赤色のシャツを忘れないでくださいっていうのは、調べてみたんだって、ネットとかで。ああ、なるほど。なんだろうと思って。うんうん、何か、そういう LINE が送られてきたりとか、なんかあるのかな、他の人もと思ったけど、わ、うんうん、かんなかったなって、こっちに関しては。わかんなかった、うん。でも、こっちは、実はこの、片須駅っていう言葉を聞いたことがあって、っていうのは、この投稿者の方、まあ、多分今もう視聴者の方でも気づいてる人いると思うんですけど、うん、2チャンネルの、はい、あの旧2チャンネルの怖い話の中に、あの如月駅っていう有名な話があるんだけど、はい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 、その如月駅の続編的なアリューみたいな話で、片須駅って話なんですよ。あ、そうなんですか。 それ知らんかった。その片須駅っていうワードを見て、あ、なんかちょっとこれ嫌だなっていう風に投稿者の方は思ったらしいですよね。で、このあと、いぶりながらお迎えしますからっていうのも、あ、ちょっと僕はこれ分かんなかったんだけど、うん、他のなんか怖い話とかにもなんか出てくるようなワードだったらしくて、だから、え、なんかそういうのと関係してんのかなと思ったんです。でも、まあ別にこの後何もなくって、うん、友達にも、なんか実は、みたいなことを、ね、うん、打ち明けたり、ドッキリだったんだよとか言われたこともなくて、うん、結局、真相は闇の中というか、分かんないまま今に至ると。うん、まあ、そんな話でございました。はい。はい、そう、これは僕この話に関してはでもちょっと分からんなと思ってて、いや別にこれ投稿してくれた人もどうこう言うわけじゃないし、本人たちはもしかするとだから投稿者の方は特に本当にやばい、なんかちょっと変なこと起こったと思って送ってくれてるような気がするんですけど、まあなんかこれは作ろうと思えば作れちゃうなとは思ってはいってて、友達とやっぱりね共謀してやったらできちゃう部分もあるから、まあなんとも言えない、実はと言っていいのか分からないけど、でも実際こういうこと起こったら怖いよねっていうような話ではあるって感じですかね。怖い。だからちょっと今回も、まあ、話は割とありそうね。LINE の話が多いですけどね。なるほどね。うん、いや、まあそうですね。LINE の話はでも、まあ時々やっぱありますね。変なメッセージが送られてきたとか、ね、まあうん。一番使ってますからね、今やっぱね、うん。みんなね。だからなんか、ちょっと全然話ずれたかもしれないけど、はいはい、LINE のやりとりで、恋人とかになんか、大好きを毎日、毎秒ぐらいのレベルで送り続けてるやつとか。はいはいはい、はい。ああいうのも怖いよねって。まあまあ。僕どっちかって言ったらあっちの方が怖いね。まあまあまあ、怖いかも。あとなんかこれ怖い話なのかな。僕の友達に恋人から、はい。10分おきに写メを撮って今いる場所を送れって言われて。いや、怖い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 。で、それを3年間くらいずっとやってたやついたの。すごいですね。めちゃくちゃ束縛してくる彼女がいて。その彼女が、あなたがいる場所が信じられない。私のこと裏切ってる気がするからって言って、うん、10分ごとに写メ送ってって言われて、やば、もう電車でも歩いててもどこでもずっと写メ撮って必ず10分ごとに送ってんだけど、一番怖いのが、うん、友達に会った時に、お前それおかしくないって話したんよ。それおかしいべって。うんうん、って言ったら、まあ、おかしいと思うんだけどね。でも、愛してるからって。うわ
そういうことじゃないっつって。すごいね。それは違うって思った。まあでも人によりけりだからね。愛の形もね。まあ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 。うん、と思うけど、なんか僕はどっちかっていうとそういう LINE のやり取りとかね、そういうのって聞くと、うんうん、人の怖い方が多いなって思ってまあまあ、ね、しまってはいい。送られてくる話の中にはこういうちょっとスクショとかついてて、うんうんうん、なんか一生懸命伝えてくれてる人とかもいる。うん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 、なんか本当に出来事があった家とかの間取りとかまでわざわざ書いて送ってくれる人、はい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 、あと見たものの似顔絵とかね、イラストとか書いてくれてる人が結構いて、なんかありがたいですけどね、本当に。やっぱなんか聞く話だけじゃなくて何かあると、うん、まあ、捉え方というか、うんうん、受け取り方も全然変わってくるから。そうだね、僕なんかすぐ信じて、おーあやべえみたいな。僕もやっぱなんかそのそもそも話を投稿してくれること自体もね、その労力かかってるじゃん、向こうにね。そうそうそう、わざわざなんかその話をさん送ろうと思って準備するわけじゃん、話とか書いてくれたりとかして、でさらにその上に画像つけたりとかさ、はいはいはい、絵描いてくれたりとかするっていうのは、その労力かけてるだけ、うん、そんなにしてまで騙すってちょっと思う部分あるんだよね。まあ、たまにね、確かにすごい嘘っぽいなって話とかもあったりするから、一応調べたりするんですよ、精査とかしたりとかして、うんうん、いやこの話2チャンネルにある話パクってきてるなとか あったらもう採用しないってことあるんですけど、結構だからもう面白い話されてきますね、一生懸命伝えてくれる人たち、いやありますよね、うん、そうそうそう、面白い。だからなんかもし皆さんの中にもね、ちょっとLINE のやり取りだったりとか、あとなんかビデオ通話とかでなんか映ったとか、うんうんうん、もし録画とかね、そういうね、なんかスクショとかなんか残ってたら、ぜひそれもつけて体験談とか送っていただけたら嬉しく思いますけど、はい、見たいです、はい、ぜひぜひって感じでございます。お願いします。はい、はい、というわけですね、まあちょっと今回はですね、まあいい感じでお酒を飲みつつ、お酒じゃないけどね、そうですね、オールフリーでね、ノンアルですけども、飲みつつ、おちょくんのね、ポテトサラダをいただきつつ、はい、階段もね、喋らせていただきましたけども、今回の動画ね、面白いと思った方、よかったらいいねお願いします。お願いします。そして感想等はコメント欄にいただけたらなと思います。そして、チャンネル登録の方、よかったらチャンネル登録をぜひぜひね、ベルのマークね、ピッと押していただければね、通知もいきますので、よかったら、そうしていただけたらなと思います。はい、というわけで、じゃあ恒例の挨拶をしましょうかね。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そしてもうないですけどね。また飲みましょう。また飲みましょう。またね。またね。